これはデモ音声です。写真拡大、チャンピオンズCのインティは4着。株式会社 AI が提供するデモ音声です。勝ち馬が強すぎたことは認めますが、こちらも、道中は、ソダシの2番手で力んでしまっていたので、もう少しなんとかならなかったかという思いは残りました。これはデモ音声です。でも、7歳でこの頑張りですから、そこは褒めてあげてほしいです。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今週も G1。株式会社 AI によるデモ音声です。阪神ジュベナイルフィリーズです。株式会社 AI によるデモ音声です。僕がまだ勝利に届いていない G1 が、朝日杯フューチュリティ S とホープフル S の2つというのは割と有名だと思うのですが、実は阪神ジュベナイルフィリーズも1回しか勝てていません。株式会社 AI によるデモ音声です。それも94年のヤマニンパラダイスが唯一ですから、2歳 G1 には縁が薄かったなぁと言われても仕方がありません。これはデモ音声です。しかし、今年はチャンス10分。株式会社 AI によるデモ音声です。武幸四郎厩舎のウォーターナビレラが心強いパートナーです。株式会社 AI によるデモ音声です。勝負ですから甘くはないでしょうが、27年ぶりの勝利。と書いてもらうのも悪くはありません。株式会社 AI によるデモ音声です。椎茸豊を。